続いては特捜9チームです。日本豆乳協会によりますと、豆乳の生産量この10年で2倍になっているそうなんです。その人気の秘密を調べました。ご覧ください、ここからここまで全部豆乳なんです。こちらのショッピングモールのドリンクコーナーには豆乳がずらり。定番のものから大豆にこだわったもの、ユニークな商品などラインナップもかなり豊富です。なぜこんなに豆乳を飲む人が増えたのでしょうか。そこで今日の特捜級チームは、豆乳の生産量が10年で2倍、人気の秘密と懸念とは。早速日本豆乳協会に伺いました。ここ20年くらいですね、テレビとか雑誌でその健康を、イメージするような内容が、結構たくさん出てきまして、それで豆乳自体の、市場も大きくなって市民権を得たっていうふうに私どもは考えています。そもそも豆乳とはペースト状にした大豆を加熱して絞った液体なので、植物性タンパク質が豊富で低カロリー、また大豆から繊維質のおからを除いたものなので消化吸収が大変いい中高年の味方なのです。気になるのはその成分。悪玉コレステロールの酸化を抑えるサポニン、血管を守り動脈硬化を予防に期待ができるレシチ、更年期障害や骨粗鬆症予防に役立つイソプラボン、善玉菌を増やす大豆リボ糖などの嬉しい成分が盛りだくさんなんですね。これらの効果を期待して健康のために飲む人が増えた豆乳、理由はそれだけではないようです。昨今のライフスタイルの変化も一因だといいます。豆乳は長期保存が効きますので、まとめ買いができます。そのためにですね、そのまま飲むだけじゃなくてですね、コーヒーとかですね、紅茶に入れてカフェラテとかですね、そういう料理に使う人が増えたっていうことで消費が伸びたというふうに私どもは考えています。街の人は、料理にはもうお鍋は豆乳は入れます。湯葉を作るために、朝これをかけてシリアルを食べています。体にいいかなっていう感じで取ってます。豆乳の販売量の伸びで注目されるのは、無調整豆乳が前の年に比べ 8% も増加していることです。調整豆乳と異なり、塩や砂糖などが加えられていない無調整豆乳はコーヒーなどに入れてソイラテに、また豆乳スープにして飲むなど手軽に栄養が取れることから、猛暑日が続いた去年の夏は特に需要が伸びたといいます。でも一番の理由はですね、豆乳が非常に美味しくなったからというのを考えてますね。豆乳お飲みになりますか。飲みます。紙パックから直接ついで、でそれ好き、美味しいと。以前は豆の青臭さが強く飲みにくかった豆乳が、メーカーの技術の進歩で飲みやすく改良されたとのこと。現在豆乳市場でシェア 50% を超えるメーカーに話を聞きました。弊社商品のラインナップとして現在32味種あります。最近ではティラミス味やどら焼き味を温かくして飲むのが人気です。普段豆乳を飲まない人に興味を持ってもらいたいと思って開発をしていましたら、ユニークな味の商品がここまで増えました。さらに豆乳を利用した料理の普及も人気を後押ししたといいます。調整豆乳、無調整豆乳を利用して料理をする方が増えており大変嬉しいです。これからも豆乳料理レシピなどをご提案しながら皆さんの健康を支えていきたいと思います。そんな豆乳ですが、大きな懸念がありました。その懸念とは。豆乳人気は大変好調な一方、大きな懸念がありました。それはロシアのウクライナ侵攻や世界的な人口増加などに伴う様々な原材料価格の高騰です。豆乳の原料である大豆も例外ではなく、主な産地であるアメリカのシカゴの相場では2014年以降1ブッシェル、
大豆およそ 27.2kg あたり8ドルから10ドル台で推移していたものが、去年は一時17ドル台まで上昇しました。大豆の自給率は重量ベースでわずか 7%、 為替の影響も大きく受けます。この状況に農林水産省は、海外依存度の高い大豆を安定供給するということについてはですね、産地だけじゃなくてですね、流通消費段階含めて総合的に支援して、大豆の関連産業、またですね、国内の農業の発展に貢献していきたいというふうに考えているところです。これからもますます需要の増加が期待される豆乳。原料となる大豆の新たな生産技術の研究も進められているということです。ということなんですけど、佐山さん、普段豆乳はあまり食卓に上がらないんですけど、はい、まあ、消化吸収がいいということもあって、スポーツの途中とかでね、まあ、大豆のお菓子、はい、使ったお菓子を食べることはあります。だいぶ美味しくなりましたよね、昔。そうですね、味もかなり進化してるなと思いますし、まあ、今後さらなる工夫もされると思うんですけど、佐山さん、今度、まあ、鍋などにぜひ投入してみてはいかがでしょうか。挑戦してみます。はい、挑戦してください。